皆さん、こんにちは。今日は2023年10月17日火曜日です。今日のテーマはアメリカの情報機構 CIA ですね。ハマス侵攻攻撃するんですよと事前に警告しました。でもアメリカ政府は何もしなかったんです。そしてイスラエル・ハマスの紛争についても話をしたいと思います。 また他にも情報ありますので、少しずつ話をしたいと思います。一つ、イスラエルとハマスの戦争についての情報ですが、中国の外務長官王毅ですね、ハマスのことを批判しませんでした。逆に、イスラエルのことを批判しました。イスラエルの ネタニヤフ首相はですね、ガザ地区の前線にあるイスラエル軍の基地にいたんですよ。地上戦闘の準備は完了ですよと聞いて、これから全面的にガザ地区へ進行するんですと言いました。ガザ地区の北側ですね、110万人がいていますので、イスラエルはですね、上空からチラシを投下しました。チラシの内容としては、この地域から 離れてくださいと。南側へ避難してくださいと。これから24時間以内、攻撃はしませんよと言いました。それから2つの通路ですね、人道回路と言いますが、設けました。イスラエルの情報ですが、現在ですね、数十万人は回避できました。ここでの車両もそうですし、救助する車両もそうですが、片地区から少しずつ離れました。 ただし、イスラエルはですね、その後発表しました。医療関係者、また患者さんですね、ガタチ地域にもいますので、避難する時間はかかります。なので、2時間延長します。しかしですが、それでも足りませんでした。さらに、6時間延長しました。ハマースはですね、最初、避難するなよと、ダメですよと言いました。これは、イスラエル側の罠ですよと言いました。 この情報キーで多くのですね、方は信じていたんですよ。原因はですね、避難はしようとしたんです。しかし、避難するルートで爆発の被害を受けた方もいらっしゃいます。つまり、パレスチナ人が被害を受けました。ハマス側はですね、これはイスラエル軍が攻撃したんですよと主張しました。しかし、イスラエル側は説明しました。違いますよと。 ハマス組織はパレスチナ人の避難を止めたいんですね。人質事にしてるんですよという説明がありました。それからイスラエルの国防省発表しました。数百両の戦車、装甲車はガザ地区を包囲しました。いつでも地上攻撃できますよと言いました。また、イスラエル軍のヘリコプターですが上空で飛んでいて、 ハマス組織のの対戦車ロケット砲の攻撃を受けて墜落しましまた。これも私はちょっとわかりませんが、対戦車のロケットですね。でも、ヘリコプターのま攻撃ですね。できました。そして、イスラエル軍はですね、犠牲したハマス組織のカバンからですね、荷物からある書類を見つけたんです。数十ページでしたが、イスラエルを攻撃するという計画書でした。 イスラエルの小学校あるいは学校に入って学生さんを人質にしてガザ地区まで連れて行きましょうと。また、できるだけですね、そういうための行動ですね、人を消す行動を、まあ、動画を撮りましょうと。その動画を拡散しますと。また、計画書ではイスラエル軍がですね、気づいてそれから行動して集結して行動しますので、数時間の予測もありました。 つまり非常にですね、あの完璧な事前に準備したんですよ。それからポーランド側の情報ですが、2021年から EU がですね、お金を出したんですよ。ガザ地区で80キロぐらいの長さの水道管、パイプを提供しました。そして現地の水道工事にも支援をしました。しかしですね、ハマスの行動は本当にびっくりします。その水道管ですね、パイプを 切断しましたね。そのパイプをですね、ロケット砲に使ったんですよ。つまり、ロケット砲のですね、砲重心といいますが、そういう水道管ですね、使ってるんです。イスラエルとヒズボラ、えつまりレバノン側ですね、ヒズボラの衝突は現在少しですが、激しくなってきました。レバノンの南側ですね、ヒズボラは砲撃しました。イスラエル側は反撃しました。 現在、この地域での衝突は、砲撃、あるいは反撃の回数は増えてきています。イスラエル側の情報ですが、ヒズ・コポラの組織ですね、この組織はハマス組織より強いんですよ。現在の予測ですが、ヒズ・ボラ組織は約13万発のロケット砲弾を所有しています。なので、現在ですね、イスラエル軍はヒズ・ボラの行動をすごい警戒しています。 また、ハマス側は発表しました。24時間で我々は9名ですね。人質のことを消しました。また、イスラル側の情報ですが、人質の数はですね、約120名ほどですね。ただし、これはですね、イスラル地域からガタ地区まで拉致された方々ですね。ガタ地区には、 国連の方もいるし、外国人も生活されていて、特にアメリカ人とか、カナダ人が多いんですよ。この人々をですね、人質にするでしょうかまだわかりません。ちなみにですね、中国はですね、現地でイスラエルとガタチにはですね、工事やっていて、中国の企業も進出しているんですよ。約ですね、2万人くらいいてるらしいんですよ。でも中国はですね、そういう飛行機絶対出さないんですよ。 そして、避難とも言いません。アメリカはですね、イスラエルに対して消防隊員、また医療関係者を派遣しました。原因はですね、アメリカの特殊部隊はこれから人質の解放するために行動します。また、イスラエル側の政府が発表しました。10月15日からガザ地区のネット通信を遮断します。衛星のサービスもないんですよ。 原因はですね、ハマスという組織は嘘の動画をですね、作って拡散しています。自分がかわいそうですねっていうイメージをたくさん作って国際社会にですね、助けを求めているんですよ。まるで自分が被害者のような感じですね。イランの外務長官はですね、カタールを訪問して、ハマスの指導者と会談しました。会談して、レバノンまで移動して、 レバノの長官と会談して、それからシリアを訪問しましまた。シリアのこの間、中国の広州ですね、あの運動会に来ましたが、アサド大統領と会談して、ただしですね、このような外交を活動されていて、会談の内容は公開されません。また、ハマス組織をですね、支持したのは誰でしょうかアメリカの国防長官、オースティンさんですね、イスラエルを訪問して、 イスラエルの国防長官と会談して、それから記者会見がありました。そこで、イスラエルの国防長官ですね、自分の判断を言いました。イラン、ヒズボラ、ネバノンですね、レバノン側、またハマスですね、これは悪の垂直ですよというふうに表現しました。リーダーはイランですよと言いました。ハマスはですね、イランの協力、許可を得ていました。 資金もイランから提供してくれたんです。作戦もイランが考えてくれました。でも、ハマスは実行していくんですよ。この話はですね、話題となっているんですよ。イスラエルはですね、現在すごい怒っていますので、ハマス組織のことを、まあ、破壊すると言いますが、地球から消しますよと言っています。なので、今後ですね、落ち着いたらイランに向けていくではないでしょうかと言われています。 イランにはですね、たくさんの無人飛行機の工場がありますので、核の施設ですね、ありますので、それぞれですね、破壊するでしょうか、と思われています。イランはですね、この話を聞いて、国連を経由して自分の考えを発表しました。イランとして戦争の拡大をしたいとは思っていません。ただし、ガザ地区への進攻、つまり、 イスラル側は曰く地上作戦には反対です。イスラル軍はですね、ガザ地区に入って非人道的な行動をしますよ。イランは無視できません。というふうに警告しました。何をするでしょうかわかりませんが。それからカタールも警告しました。ガザ地区の侵攻行為をやめてくださいと。カタールはですね、天然ガスの輸出を止めようかと考えていますよ。という警告ですね。 脅迫とも言えるでしょうか出しました。噂わさではですね、カタルは裏ではですね、すべての組織にお金を支援している側なんですよ、実は。例えば、エジプトにはですね、ムスリム同胞団という組織があってですね、この同胞団は、ハマス組織とはですね、共同あるいは同胞の、まあ、親戚ですね、の関係です。組織の指導者もですね、長年カタールで 暮らししてていいいます。す。あるるはそこでで隠れているんですしかしですね、カタールは口先だけでしょうか、世界に向けての天然ガスの供給をですね、止めるとかなりですね、世界に批判されるというふうに思われます。それからイスラエル側のメディアですね、発表しました。イスラエル軍はですね、まだ十分の準備はできていません。この情報はですね、正しいと思います。 現在ですね、地上侵攻はしばらくやめています。ただしですね、これは理由としては気候なんですね。現地はものすごい大雨が降っていたんですよ。これはイスラル側ですね。ガザ地区は雨はないんです。そしてこのメディアの発表では、現在ですね、イスラル軍にはそういう武器、装備ですね。今はまだ調達しているんですよ。メンテナンスしなければ使えません。やはり倉庫にあったんですね。 現在、約20万人弱の予備軍は集まりました。ただし、武器はないんです。現在、アメリカ、イギリス側の武器、装備、弾薬を待っている状態です。計画としては、イスラエル軍はですね、ガザ地区に入って、建物の中に入っていくんですよ。それから、きれいにしていくんですね。つまり、思いっきりですね、晒しにすることはしないんです。この行動ですね、約1ヶ月ぐらいはかかるでしょう。 それからですね、そこにいて再建すると、という情報はあるんです。まあ、型地域といいますが、細く長い地域ですが、北側ですね、やはりイスラエルのですね、テルアビフとかですね、テルアビブな,のなどなどそういう大に近いんですね。この地域にはですね、ハマスのロケット弾といいますが、ものすごい多いんですよ。主に北側から発射されました。集中的に発射されました。 また、ガザ地区の北側にはですね、弾薬の倉庫もそこにですね、北側に集中しています。また、こういう組織のですね、ハマス組織の偉いさんもですね、主に北側の方に集中しているというふうに言われています。なので、イスラエル軍はですね、現在、主に北側の方に力を入れていくんですよ。真ん中からですね、線を作ったんですよ。ほぼ、えー、半分にしたんですね。なので、南側。 と北側ですね。というイメージですが、これから北側の方に力を入れていくので、北側をですね、きれいにしてるんですよ。きれいにしてから水道、電気ですね、回復します。それから南の方にですね、北側まで移動してもらうんです。その時ですね、しっかり止めているわけですから、渡航されるけどですね、しっかり検問します。調査します。 なので、最終的に南側ですね、もうテロしかいませんので、それから南側に対して全面進行するでしょうがと思われます。そして南側をですね、きれいにしてから、南側での再建、水道、電気も回復していくんです。ブリンケンさんは10月16日ですね、再びイスラエルを訪問しました。この間、12日でしたが、イスラエルを訪問して、すぐにですね、ヨルダン、 サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、カタールですね、の5カ国を訪問しました。現在の情報ですが、パレスチナ政府はですね、ガザ地区で臨時の政府を作りましょうかという提案はあります。つまり、ガザ地区はですね、しばらくの間でしょうか、これからはまだわかりませんが、パレスチナですね、政府が管理します。原因はですね、イスラエル軍は ガタ地域に入っても、現在ですね、の状態ではむちゃくちゃですから、そこにいる人はですね、一般人なのか、ハマス組織のことでしょうか、区別はつかないはずですね。特に、ガタ地域の北側にはですね、地下壕がいっぱいです。地下の30メートルの深さのところまでですね、掘っている地下壕もあるんですよ。ハマス組織は、ものすごい資金ですね、もらって、爆破隊の工事をしていました。 地下でも十分ですね、生活できるというふうに建設しました。中では自動車も走行可能です。現在ですね、国際社会はみんなですね、イスラエル側の行動をすごい見てるんですよ。悪いことをするのではないかと、非人道的な行動をするのではないかと思われています。特にバイデンさんも同じですね。バイデンさんはイスラエル側のことを支持しますよと言って、 しかしですね、あなたはどこまで支持するんですかと、ここまで悪いことをしてもいいんですかと、という批判の声もあるんですよ。なので、アメリカもですね、現在は調整しています。非常に難しいんですが、なのでですね、あの、イスラエル側としては、やはり早くですね、あの、片付けたいんですね。それから、水道、電気の供給の回復ですね、しなければいけません。特に水道ですね。 水を止めるとダメなんですよね。これも国際社会ですね。見ているわけですから。しかしですが、エジプト側ですね。ガザ地区から避難してくる方のことをですね、すごい厳しく審査しています。基本ですが、外国人であればいいんですよ。エジプトまで避難していいんです。ただしですね、二十国籍の方はですね、いらっしゃいますので、基本はもうダメです。そういうのないイメージですね。厳しく検査して、 万が一ですね、ハマスの組織の人間が生えてくるとですね、エジプトにとってもですね、都合悪いんですよ。なので、現地の状況を見てですね、ハマスという組織のことを、まあ、堂々と支持するっていうところはあんまりですね、ないのが今の現状です。ただし、かわいそうよねと、ある程度まででいいでしょうかっていうのがですね、今の状況ではありますが。次ですね、アメリカ側の情報ですが、 ハマス組織ですね。まあそういう攻撃する行動する前に約2日前ですね。アメリカの CIA 情報機構ですが、実はですね、進行するよっていう情報を事前にしていたんですよ。当時ですね、2つの機密、レポートを作ったんです。まずは9月28日のレポートでしたが、ハマス組織はロケットの発射の準備をしていますよ。発射する可能性はありです。 それから10月5日のレポートでしたが、準備していますよ。進行する、攻撃する可能性は高いんです。ハマス側の車両ですね、頻繁的に動いていますよというレポートもありました。このレポートをですね、国家の議員さんに配布しました。ただしですね、情報機構の判断では、このような大規模の攻撃、進行はないでしょう。というふうに想像したらしいんですよ。 だからですね、バイデンさんには報告しませんでした。また、ホワイトハウスの高級官僚に対しても、レポートの提出はなかったんです。それから10月6日でしたが、これはですね、約進行する前日と言いますが、2日前と言いますが、これは最後のレポートでは、ハマス組織の行動は異常ですよ、っていうのがありましたね。ただし、アメリカは何も動かなかったんですね。 原因としては、このような情報をですね、得ました。ただし、情報を分析する機構があるんですね。その判断では、これは普通の情報ですよ。今までと変わりません。情報はいっぱいですし、同じです。いつもと変わりません。そういうふうに判断しました。これに関して、国家安全保障問題、大統領補佐官、サリバンさんを説明しましたが、アメリカの情報機構はですね、事前に、 大規模の攻撃の情報はなかったんですというふうに説明しました。ただし、情報はあったんですが、つまり情報はあったんですが、でもですね、大規模ではないというのがありましたね。つまりですね、アメリカはある程度油断したではないかというふうに私は思います。これがですね、中国政府の作戦でもあるんですよ。台湾に向けてですね、戦闘機の数、どんどんですね、 多くなってきていますし、特に台湾と、まあ、台湾海峡の中間線ですね。越えていく戦闘機の数も増えてきました。また越えてすぐに帰ってくるんでしたけれども、今はですね、越えてからしばらく飛行するんですよ。この状態で台湾もそうですし、アメリカもそうですし、中国の挑発ですね、どんどんひどくなっているよねとは思います。ただし、少しずつですね、慣れてくるんですよ。なので、 例えばですね、中国は、例えば、南側の方に、まあ、台湾の向かいですね。南側で、タコさんの部隊とかですね、集結します。そこでもですね、同じではないかと思いますが、つまり CIA ですね、こういう情報を出たとしても、またいつもと同じですよね、というふうに判断するのではないかというふうに思います。やはり、油断してはいけないというふうに思います。次ですさ アメリカの低等銀行議会 MBA というところですが発表しました。現在アメリカの住宅ローンですね。30年間の住宅ローンの利息は平均で7.57%です。これは2000年以来初めての数字です。まあ、当時ですね、リーマンショックの直前までということですが、2023年10万人ですね。住宅ローンの金利。 8%以上住宅ローンの金利のローンをですね、組みました。今年ですね。それから、これはですね、23年ぶりであって、去年ですね、1年間10万人以上の方ですね、同じく8%の金利のローンを申請しました。もしですね、2021年でしたが、2021年初めはですね、50万ドルの物件をですね、まあ、住宅ローンを組んで購入しましたとすれば、 30年間のローンですが、利息は当時2.8%でした。なので、これで計算すれば、毎月の返済額はですね、1972ドルでいいんです。2000ドル切るんですね。もし金利がですね、今は8%前後ですが、7.9%で計算すれば、3488ドルですね。毎月の返済金額ですね。ものすごい高いんです。つまり、 2021年初めより77%ですね、毎月の返済金額は多くなってきています。これからアメリカの不動産市場は落ち着くでしょうと言われています。これがですね、アメリカの経度の状況ですが、アメリカはですね、今後利上げはなくでもですね、しばらく高い利息を維持するでしょうがと思われています。しかし、言いたいのは実はですね、中国なんですよ。ドル高。 安でですすね。中国政府には不利なんですよ。ただしですね、日本と違って、日本の場合はですね、日本の企業は返ってくるんですよ。日本の方に帰ってきますので、それで円安は多少いいんですね。それから日本はですね、輸出もできます。ただし、まあ、そういうエネルギーですね、輸入とか、多少関係あるんですけども、ただし中国の場合はですね、普通であれば、減安ですね、中国の輸出、そこを進でくるんですよ。 でも中国はですね、今の術は良くないので、原価安くても実はですね、利はないんです。それが中国の今の経済状況ですね。ただしですね、アメリカは利息8%というのはですね、住宅ローンの利息8%というのは本当に高いんですね。中国はですね、一番高い時であっても8%もないんですね。7.5とか7.8ですね、あったんですが、 ちょっとの間あったんですが、それから割引とかですね、あって、だいたいですね、6%、7%もいかないんですよ。そういうふうに調整されていたんですね。これはですね、アメリカの不動産市場は中国よりも厚いという意味ですね。次です。4。日本政府は9000億円の支援金を出して、台湾の TSMC 社に支給してですね、熊本県で第二工事を作ります。 これはですね、これから第三工場もあるかもしれません。工事は2024年4月からやり出して、12ナノメートルの半導体をですね、2026年から製造開始です。TSMC 社は、施つ目では2億円の投資ですよと言いました。約その半分をですね、日本の政府が出しますよという意味ですが、補助金ですね。ちなみに第一工場は2024年、 来年の4月でしょうか。生産し始めて、半導体の出荷もその時点でできるっていう予定ですが。また TSMC 社はドイツのドレスデンという都市で工場を作ります。しかし、ドイツの工場はちょっと時間はかかります。2027年まで完了して、これは100億ユーロの投資ですが、半分はドイツ政府が出資します。出しますので。これで見るのはですね、タイマーの TSMC 社はとても強いんですね。世界のどこにでも関係されます。アメリカ、日本、ドイツで工場を作りますが、それぞれですね、政府は約半分の補助金、あの支援金と言いますが、あの出しますので、世界の各国ですね、半導体産業を強化して、まあ、地球持続が大事ですので、やはり強化しているというふうに思います。これがですね、台湾の企業の あるいは台湾企業の強みなんですが、交渉も強いんですよ、実は。現地の政府とですね、非常に仲良く付き合っていくんですよ。台湾はですね、これが結構強いんですよ、実は。次です。5。これはですね、皆さんはこれを見て普通に慣れていると思いますが、これはですね、開きの奮闘と言います。これは日本の発明なんですよ。画像と調和し、画像に負けない書体なんですね。 スクリーンっていう会社なんですが、アトベと連携して、中国の企業も参加して、これから中国でですね、この書体、フォントを推進して販売していきます。スクリーン社はですね、1990年、このフォントを開発しました。今までのフォントですと分かりにくいんですね。あまり選択肢がなくて、自分で考えようかと開発し始めました。アップル社でですね、 2000年 iPhone にですね、引用したんですよ。このフォントをですね。漢字を表示するときに、まあ、このフォントを使えばですね、自動なんですよ。このフォントを使いました。やはり、あの、分かりやすいですね。見やすいという意味ですが、これで多くの方々がですね、慣れてました。これは日本の方だけではないんです。中国人も台湾人もですね。特にこの文字ですとですね、フォントですと遠くを離れても見やすいと評価されました。 当然ですが、中国の道路ですね、全部コピーしました。このフォントを使っているんですよ。全く同じです。中国ではですね、ネットでは言いますが、このフォントにはですね、本当に慣れています。見てわかりやすいし、まあ、気持ちいいんですね。しかし、漢字の国ですよね、中国は。フォントの開発は何もしていません。現在ですね、このフォント以外にですね、中国の漢字のフォントは全部 の企業が開発しましまた。中国は何もできません。という意味です。次です。6。中国の青島ですが、中国ではですね、現在、たくさんの都市ですね、この何々都市、マラソンを開催しようとします。やはりマラソンを開催することによって注目されます。また観光という促進の効果もあるでしょうかと思いますが、しかしですが、多くの方ですね、参加しました。でも、 ゴミはいっぱいですね。とにかくゴミがいっぱいです。これが橋なんですよ。海渡っていくんですね。橋ですが、まあ、当日ですね、車止めたんですね。橋でいいですよとなったんです。しかしですが、大変です。このカコップですね、もうゴミですが、ものすごいですね、風に飛ばされて、海の中にもですね、入っていくんですよね。これがどうでしょうかと言いますが、 やはりですね、これがまあ中国の毎回ですね、大会とか運動会とか競技会とか開催するとですね、ゴミがすごいいっぱいですね。でも日本は違います。日本はですね、例えばカタルとかでもそうですし、中国のですね、オリンピックとか参加するときに自分で付けるんですよね。これがまあ日本の,あの習慣と言いますか、文化と言いますが。でも中国の場合はですね、どこにいても人がいなくてもですね、ゴミだけ残すんですよね。 これが中国の問題なんですけれども、また中国の経済とか社会について話をしたいと思います。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。